カートレット家の紋章の縦部分と、第2期カートレット男爵家の紋章カートレット男爵は、イギリスの男爵位。2回創設されており、第1期は1681年創設のイングランド貴族、第2期は1784年創設のグレートブリテン貴族である。いずれも廃絶している。第二代グランビル伯爵、第二代カートレット男爵ジョンカートレット清 と革命中、王党派として行動したジャージー島の政治家、ジョージ・カートレットは、1645年5月9日に、イングランド順断尺くらいのジャージー島における、ミットイシャスの順断尺に助せられた。王政復古後、彼は、初代クラレンドン白尺、エドワード・ハイドが主導する復興王政政府で、海軍主計官を務めたり、王帝洋区公ジェームズからニュージャージー植民地を譲り受けて、 同地の領主になり、ニュージャージーという名前の名付け親になるなどした。初代純男尺の死後にはその同米の孫である、ジョージ・カートレットが第二代純男尺を継承した。さらにその翌年の1681年10月19日には、イングランド貴族爵位ベッドフォード州のハウネスのカートレット男爵に助せられた。これが第一期のカートレット男爵くらいの創設である。 またカートレット家のニュージャージーの権利は彼の代に、ウィリアム・ペンラ・クエーカーたちに売却して処分している。その息子である第二代カートレット男爵ジョン・カートレットは、ホイック党の主要政治家の一人として政界で活躍し、首相ロバート・ウォルポールと政権内で反目し合い、ウォルポール内閣が統括された後に成立した、初代ウィルミントン伯爵。 スペンサー・コンプトンの内閣を実質的に主導したが、その次のペラム内閣下で議会の批判を受けて失脚した。彼の母、グレース・カートレットは、1715年1月1日に、実家バース伯爵グランビル家の加盟に由来する、グランビル女伯爵、及び結婚後の加盟に由来する、カートレット女子爵に除されており、1744年10月18日に、 彼女が死去するとこれらの爵位も、ジョン・カートレットが継承したため、以降カートレット男爵位は、グランビル伯爵くらいの従属爵位となった、その息子である三代、グランビル伯、ロバート・カートレットには、子供がなく、彼の死と共にカートレット男爵位を含むすべての、保有爵位が消滅した。第一期の二代カートレット男爵の娘、ルイーザ・カートレットは、 第2代はエーマス・シャとトマス・シンと結婚し、彼との間に二人の男子を設けていた。そのうち長男のトマス・シンは、父から第3代ウェーマス・シャ位を継承し、1789年8月18日には、グレートブリテン貴族爵位、バース公爵に助せられている。一方、次男のヘンリー・シンは、母方のカートレット家の財産を継承したため、カートレット制に改正し、 1784年1月29日には、カートレット家が保有していた爵位と同じ名前の、グレートブリテン貴族爵位ベッドフォード州のハウネスのカートレット男爵を与えられた。これが2期目のカートレット男爵くらいの創設である。ヘンリーには子供がなかったため、この爵位には兄のヤンガーサムを特別継承者とする規定が付けられていたこの規定に基づき、初代男爵の死後、 初代バース校の次男ジョージ・シンが2代、カートレット男爵を継承した。彼にも子供はなかったので、彼の死後はその弟である、ジョン・シンが3代カートレット男爵位を継承している。しかし彼にも子供はなく、3代男爵の死去と共に、第2期のカートレット男爵位も廃絶した。カートレット男爵家。ありがとうございます。